神閣寺は、大分県文豪の市浅寺町町殿にある高野山、新言宗の寺院。三号は、如意山。本尊は十一面観音。文豪の市北西部に位置する標高730メートルの神閣寺山の頂上近くにある寺院。境内には、樹齢百年を超える約五百本の尺投げがあり、別名尺投げ寺とも呼ばれて、5月の開花期には、 多くの見物客が訪れる名所となっている。上角寺は、霊山の霊山寺、九十六倉山の円通寺と、共に、文後の三大寺院と称される。また、上角寺を含む地域は、大分県により上角寺競川県立自然公園に指定されている。近明天皇31年に、白木の僧によって建立され、第五天皇の時代に、消防により、 新言宗の寺院にされたと伝えられる。研究7年には、大野僧の領主であった野九黒大元が、大友氏の初代当主で、文後仕事として入国した大友義直との合戦に敗れ、この寺で自害したと伝えられる。その後、戦火により荒廃したが、王安2年に、大友氏により現在の本堂を含む六房が建てられ、就航した。ありがとうございます。